こんばんは。リスナーの圧倒的な、期待に応えまして、今日は小田和正さんのゲスト出演ということが、できました。当番組2回目ということでね、今日は、前回に比して、寡黙な皆さんで、今一言いや、言いましたけどね。そういうわけで、どうなることやら言ってまいります。やっていたツアーが、終わりました。終わりました。代々木の、プールのとこで。ものすごくライブな音で。やりにくかったですね。やりよかった。やりにくかった。でしょうね。初日はとにかくベースの音がね、大きくてね、それで負けずに今度はギターが出てきてね。なんかめちゃくちゃだったんですけどね。二日目からは、一日耳慣れるとね、だいぶ違う。あ、そうですか。はい、もう武道館なんかよりも全然ライブ。ライブ、だけど、なんかあの、跳ね返りはね、うん、武道館のこう、タッパがあるでしょ、うん、だから、ライブっていうことやってる方じゃ、武道館のライブな感じはするけど、ね。あ、そうですね。ここでライブと言ってるのはね、ライブなサウンド、デッドなサウンドというね、こういう追語がありましてですね。別にライブというのは、まあ、風呂場みたいなね、ワンワンとこう、リバーブというかエコーがね、回っちゃうと。デッドっていうのはこう、普通の音楽のスタジオみたいに、ここは、ちなみに、ワイトデッドですね。で、あっちの509っていうところはかなりライブなスタジオっていうことでね。なんです。じゃあまあ、記念に一曲いきましょう。これです。まあ、なんていうか、記念碑的なシングルというかね。なかなか大変でしたよね、これ作るときにね。うん、パッと、なんかヒット曲っていう気が、あの、音がしてますね。してますね。うん、今聞くとね。当時はなんかね、こう、リンダとかなんていうね、感じもあったんですけども。しかし、メロディーラインとかね、それから、歌の振り分けなんかも、本当に完璧なまでに、緻密に計算されてるという。随分、ああだこうだやってましたね、それは3人でね。うん、譲り合ったり。譲り合ったり。譲り合いが主で。ほとんど譲り合ってしまっているのが、うん、日本人的には。あの感じと、なんだっけ、バンドエイドじゃなくて。ライブエイド？え、何？ USA の方か。ああ。ビデオあるじゃない？あれを見るとさ、もう、これはっていう感じでみんなやってますよね。あれとは随分やっぱり、日本人というこう差があるという感じですけどね。なんかね、大変でしたね。またこういうことってあるんですかね。やってた方がいいよな。気がしますけどね、僕なんかは、どっちかっていうと、ああいうことに対して億劫な、方なんだけど、うん、でも、今年から、ずっと、なんかそういうのを自分でこう、払拭して、うん、わざと積極的にやろうという気もあるしね。交流を図る。そうそうそう。割と、性格的にはそういう方じゃないんでしょ？じゃないんだよね。だけど、なんか、話によると、小学生ぐらいの時は、すごい快活な、まあそうです。少年だったという話を聞いたんですけど。毎日怒られてるくらいのものだったです。なんだっけ、江ノ電だっけ。え？江ノ電だっけ。京浜急行。京浜急行。ああ。の、なんだっけ、荷物の。釣り替えに、釣り替えにぶさがったり。いろいろやってました。棚の上に寝たりとか。そこまでやんなかったけど。そこまで話、発展しておりますが。そうか。でも一回やり始めるとね、一回交わると、結構乗るっていう方だからね。うん、まあ、615でね、うん、国立競技場でやるために、うん、結構、いろいろなんていうかな、コーディネーター的なこともやってたでしょ？まあ、いろいろ。あちこち出ましたりさ、うん。それ以降ってどうですか？やっぱり変わってきました？こう、人間関係とか。また停滞してるけどね、うん、現在は。でも、全然やっぱりそれ以前の、うん、空気とは違ってるような気がしますけどね。会うと、一応みんな会釈するしね。なんていうかな、どうしてるとか、うん、ただただお茶を濁す会話にとどまらないっていうところはね、すごくいいと思いますけどね。じゃあ、今後もあるかもしれない。うん。で、どっちかとまた、その間に立ったりね、してもいいなという気もしてるしな、うん、もしそういうことがあればね。好きなのかな？いや、好きじゃないけど、うん、やる、なんかみんなこう、もじもじしてるときは、やっぱり、そういう人がいれば、バーッと一気にね、うん、行くこともあるだろうし。でも、もともと社交家に見えないからさ、うん、逆にこう、いきなり電話とかかかってくるとね、なんかね、本気だなとかさ、うん、そういうプレッシャーはありますね。うん、それが手なんですよ。でしょう。うん。うん、それはちょっと細野さんと似てる感じはあるね。
こう、語り口とかね。年も同じぐらいだよね、細野さんと。あ、何年ですか？もし何年か。今は38ぐらいかな。あ、じゃあ同じです。ね、うん。なるほどね。なかなかその辺の人たちっていうのは、ね、加藤和彦さんとかね、割と、そういうことが上手いんじゃないかなっていう感じがしてますけど。戦後育ってくるかね。で、今日は、全部ね、小田さんに曲を選んで持ってきてもらったんですけども、次の大貫妙子っていうのは、これどうして？これをね、うん、たまたまドラマ見てて、うん、割と面白いドラマだったんですね。そうね、六本木が舞台のね。それで、俳優も面白かったし、うん、で、音楽がなかなかいい気で、うん、すごく印象に残ってますよ。あ、そう。これ、全然売れなかったんですけどね。そうですか。大貫妙子はタイアップ数取れないというね、現実なんですね。すごくいい曲じゃないですかね。うん、いいと思います。それでもって、その今だからなんか、坂本龍太郎っていう、うん、きっかけだったと思いますよ。おぉ。そういう、あれがあったんだ、裏話が。うん、夏に恋する女たち、大貫妙子。これはもうだいぶ前ですね。2年前かな？もしかして。うん、2年ぐらい前ですね。そうですね。なかなかね、バカラック、もうちょっと意識しているという感じなんですけどね。ツアーに行った人からね、速達が来てますね。坂本さん、小田さん、こんばんは。今日は小田さんがゲストだということなので、ちょっと、小田さん、コンサートツアーご苦労様でした。私も10月16日の代々木競技場でのコンサートに行くことができました。大変楽しめましたが、不満が一つ残りました。それは、どんちょうです。どんちょうがあったんですか？どんちょうがあったんです。決してあれがいらないなどということではありません。あれを開いた後のことです。なぜどうしてあのように中途半端なところで止めてしまったのですか？そんなことをおさんに言ったって、しょうがないじゃないか。中途半端なところで止めてしまったのですか？あのような会場は、普通の会場と違って客席がずっと横の方にあるのだから、あのようなところに止めてほしくなかったのです。あれのおかげで私の席、南スタンド F の辺からはちょうど小田さんが隠れてしまい、見えなかったんですよ。私はもう呆然としてしまいました。北側からも同じ状態にあったと思います。北側からも同じ状態にあったと思いますが、松尾さんは動いてくれるので、見えないことはなかったでしょう。別に小田さんだけを見に行ったわけではないけど、ほとんどのボーカルを取る人の姿が見えないというのは、歯がゆいなんてものではないのです。コンサートの半分以上ですよ。特にエレピの前に座った時なんか、右手だけですよ。あのドンチョのおかげで、これ、ジョーさんかなが見えなくなることもたびたび、はっきり言って、見えていなかった。前半の時、うん、残念。わかんない。なんとかならなかったんですか？右手だけしか見えていない時のあの気持ち。なんとか言ってくださいかって、うん、困りましたね、うん、いや僕もね、うん、音合わせの時気がついたんですよ。何日目かな、うん、あそこにどんちゃんこうここに溜まってるなっていうね、うん、あれは本番ではきっとどっかこう託し上げたりね、うん、するんだと、なんかするんだと思ってたわけ、うん、やっぱり見えなかったんだ。やっぱり見えなかった。本番の時は忘れてたんですけどね、やっぱり見えなかったんですね。どんちゃんが気になって本番ができなかったとかそういうことはないですね。それは可哀想だったですね。やっぱりこの人は、なんて人だっけな、うん。山梨県のね、勝俣智子さん。山梨県からね。うん。わざわざ見に来て、お高かったんでしょ？結構、飲むだったんじゃないですか？ 5,000 円ぐらい。いや、そんな高くないでしょ。3,000 円くらいでしょ。そんな安いんですか？ 5,000 円？あ、3,500 円。中島みゆきなんて4,000円くらいですね。関係ないか。こんにちは、リースさん、勝俣さん。僕は中学3年生です。ところで、僕がオフコースの歌を聴き始めたのは、昨年の7月。それまでは、オフコースなんて暗いとか思ってたんです。が、ラジオでさよならという曲が流れていて、その曲がすごく心に残りました。話は変わり、なんだろう。なんていうやつだな。今、僕たちの学校の文化祭のテーマソングがオフコースの僕らの時代という曲です。質問。1、作詞をするときじっくり考えて作るか、その日の気分で作るかどうですか？どうですか？ああ、もうじっくりっていうか、絞り出して作ります。絞り出してじっくり作る。うん、やはり、なんか、テレビゲームをしながら作るという話もありますか？ああ。そんなことない。気休めにやることありますけどね。ね。絞り出すときはもう、本当に、もう見つけようと思って必死になりますね。そうですかね。はい、本当に、やっぱり歌一曲作る大変なことですからね。大変なんですよ、皆さんね。質問に、全部で何曲ぐらいオフコースの歌はありますか？いや、感じしたことないですけど。うん。うん、いっぱいある。いっぱいあります。もしなんかあったなぁ。たくさん来てるんですよ。告知したもんで。坂本さん、あ、今の誰かな？長野県の森村力くんですね。坂本さん、こんばんは。突然ですが、ゲストに来るそうで、この間、飯島真理さんのラジオを聞いていたら、
マリさんも小田さんのファンだと言っていました。矢野明子さんも小田さんのファンのようですし、点点点。芸能界に、芸能界に小田さんのファン多いですね。多いんですか？いや、僕は、それ聞いてる分には、それくらいじゃないですかね。そうですか。耳に入ってるのはそのくらいだということでね。だけど、歌謡界の人で、うん、オフコースの歌を歌う人結構いるそうですよね。そうですか。なんか、聖子さんとか。前にね。うん。必ずカバーをやるという、ね。人気がある。そうですか。これは東京都の葛飾区の小川京子ちゃんですね。ということで、次はですね、Fifth Dimension ですね。これは特別好きだということ。この曲は好きだったですね。うん、割と地味な曲ですけども、ね、確か1位になってたと思いますね、これ、うん。いつ頃の曲ですか？10年以上前じゃないですかね。やっぱりこのバカラックの曲でね、うん、割と転調転調で1曲なんですけどね、うん、その辺はまた渋いんですか、ね、渋いというね。カタカナだと、ワンレスベルというアンサー。これは今調べたら70年の曲だそうですね。うん、15年前。この頃はね、みんな髪の毛長くして、そうですね。サンダルバッグなんかで、エレキギターをガーンとやってた頃ですよね、うん。オリジナルとかあんまりみんな持ってない頃だったですね。そうですね。その頃はどういう風景だったんですか？ 70 年、ちょうどね、うん、70年安保とね、うん、大学立法の頃だったんですよ。うん、そうそう今思えば。で、結構学校荒れてましたね。ほとんど行ってなかったんだよ、学校。割と集会とかね、ま、う、め、ん、に、まめに行ってましたからね。授業より疲れたです、僕は。いや、みんなでも頃は行かない人が多かったけど、ね。多かったですけどね。人数が揃わないと、会議が成立しないとかね、そうね自転車でもあっちこっち集めまったりね。うんうん、結構じゃあ積極的にやっていた。積極的にやんなくちゃいけないんじゃないかっていうね、うん、脅迫観念があった、ね。あったんです。あれまだ大学生だったの？だったですね。東高大だって。おかしいな。70年。そう、ね、70年。東北大だったですよ。あ、建築か。うん。ね、なんだっけ、構造計算とかさ。うん。できる？当時はやってましたよ。いやいや、それはもうちょっとしたね。そうですか。あれ、割といい加減なんですよね。建築の構造って、計算なんて別にすごい緻密に、うん、小数点何本まで出してどのポイントじゃないか、うん、安全率3倍とか取って大まかにドンとやってるだけだから、うん、全然話は違うの。この間ね、万博行ってたんですよね、うん、いろいろ話聞いたらさ、今破壊工学っていうのがすごく進んでて、うん、建物を建てるときに例えば10年後に破壊することをかなり計算してね、うんうんうん、でダイナマイトとかを地下にちゃんともう建てる前から仕掛けてあって、うん、で、それがぶっ飛ばないで壊れるように。で、つまり、耐久性、建築の耐久性があまりいいと、うんうん、50年も100年も持っちゃうと、スラム化するでしょ、都市が、うんうんうん。で、それを防ぐっていうんで、今あまり耐久性って考えないよね。だから20年ぐらいでもう壊しちゃうつもり で、その破壊工学が、うん、大変じゃない、マンハッタンなんかでも。うんうんニューヨークなんか、うん、でかなり進んでてね、うん、で万博のあの建物なんかも、うん、ジャンボトロンとかね、うん、ああいうのも中にダイナマイトを仕掛けてあって、うん、きっちり美しく壊れるようになってるって、そういう話を聞いてね面白かった、うん、黒川紀章なんて人は大体そのメタボリズムって言ってね、うん、自分勝手に壊れながら増殖していくとかいうテーマに随分前からやってたけどね。誰が当時好きだったんですか？建築家で磯崎さんなんか好きだった。好きだったけど、あの人は九州しか建てなかったから、こう割とこうローカルで、地方がね、多い。地方が多いからね。好きってやっぱり外人が好きだったですね。ポストモダンの波が起こるちょっと前ぐらいでしょ、70年だと。そうですね。うん。今はもう建築はね、ポストモダンと言われてますけどもね。うん、いや、最近ね、ひょんなことで磯崎さんなんかとね、会う、話したりする機会があってね。面白いなと思って、ね、うん、ニューヨークでさ、パレディアムっていうディスコができて、そこ磯崎さんのデザインなんですよね。って言ったけどね、なんだっけな、ビルの中にもう一つビルを作っちゃうっていうか、うん、
入れ物の中にもう一つ入れ物を作って、うん、で昔の買ったビルの装飾なんかも活かしながら、うんうんうん、もう一個中に内側にあるね、うんうん、バリライトが入っててね、かなりいいんですけどね。磯崎さんはもう建築家というより割とこう文化作っていくっていうタイプの人だからね。そうですね。いや、思わぬ建築談義に発表しました。では、新譜ですね。僕タクシーで聞いてびっくりしました、このサウンド。夏から夏まで。夏から夏までね。あの、サビのとこにこうアクセントで入るね。うん、あれ何ですか、あれ。あれはね、エミュレーターでなんか叩く音取って。取ったの。うん、そうだ。ダーンっていうのはね、結構、過激ですね。しかし、まだまだ過激さが足りない。うん。なんかこう、やっぱりフラットに聞こえるからな、ね。なかなかね。ね。うん。あの、ほら、日本と外国とかって簡単に分けるのはすごく嫌いな方だけど、だけど、どうしても日本人がやるとさ、うん、あの、ミックスがフラットになりがちですよね。うんうん、特にあの、今はまあいいけど、昔メーター見てミックスする人とかいたからね。うんうんうん、あれやっぱり信じられなかったもんね。うん、で、なんか、この、リミッターじゃないかと思うのね。うん、リミまあ、これ専門的な話ですけども。あの、もちろん一個一個のものが入ってるでしょ、うん。で、トータルにもかなりうまくかかってるね。うん、だから、かなりいい過激な音がしてるなというアルバムでね。うん、メーター見ながら聞くわけ、スタジオで。うん、ちょっとあんまり触れてないんだよね。うん、向こうのやつでしょ。うん。うん、上手にかかってるよ。ね。なんだろうね。ちょっとノウハウがね、まだまだ。うん、ありますですね。アメリカ人なんかこう、荒っぽいようで、かなり繊細な、うん、その辺がうまく同居してるんだよね。うん、あれなんかでも、定石みたいなのがね、うん、日本と違うその、こう流れで来てるね、うん、そうやればそういう音が当たり前に出るなんかがあるみたいな気がするんだけどね。それはね、やっぱり50年代から蓄積したさ、うん、その録音技術をね、うん、一種の伝統芸能みたいなのあるみたいな、うん、だからエンジニアでも。その手の定石が日本ではね、うん、そのなんかこう、見過ごしてるのがあるみたいな気がするんだよね。あのね、ノウハウがね、蓄積されていかないのね、日本って。うん、だから、例えば今40代、50代ぐらいでも、うん、きっといいエンジニアとかね、うん、いたと思うのね。うん、もう道路からさ、うん、やってきたさ、うん。そういうのがさ、後ろにこう、後に受け継がれていかないっていう感じがするのね。うん、まあ、だってマイクの使い方一つでもさ、うん、やっぱり声の抜けなんか全然違うわけだし。今のエンジニアってさ、もうデジタル専門だから、ほとんどね、うん、マイクで撮るのってものすごい下手じゃない、うんうん、でも、やっぱり、まあ、うまいもんね、うん。生音を上手に撮るっていうのが、アメリカなんか。何でもできちゃうね。ね、うん、いや、勉強になりましたね、この間は。うん、次のは、緑の日々。あ、これね。これもシングルだったの。これシングル、ね。前のシングル。だいぶ前。いきます。もう一枚質問のハガキが来てます。高知県の村上明子さんですね。突然ですが質問です。その1。あるラジオ番組で小田さんが、英語は学術的には得意と言っておられましたが、どうしたら得意になれるんですか教えてください。どうしたら得意ですか。それもう勉強するしかないですね。勉強するしかないですね。うん、その2。主演、武田鉄矢の坂本龍馬に、オフコースと吉田拓郎が出演するというのは本当ですか。いや、僕は出ないです。拓郎は出てますけど、ね、音楽をやったんですよ、ちょっと。あ、そう。これは何？そういうかみたいな。映画を。ああ。もう撮り終わって、正月に封切るんじゃないですか。ああ。うん。だそうです。その3、小田さんが今までの曲で一番好きな曲は？自分のですかね。でしょうね。ちょっとそれは よく聞かれるんですけど、わかんないですね。これはね、わかりませんね。はい、また、好きな食べ物は何ですか？好きな食べ物。割と、質素な方が好きですね、僕は。あの、味噌汁とか。そうですね。朝は日本食ですけど。いや、パンが好きなんでね。うん、パンが多いですね、うん。納豆なんか食べます？食べますよ、たまに。嫌いなもの？嫌いなもん。基本的にあの、フランス料理とかね、うん、あんまり好きじゃないですね。あ、うん、リッチな感じで。リッチなやつは。あの、クリームっぽい。あ、ホワイトクリームね。うん、なるほど。その4。来年のツアーはあるんですか？いや、まだ決まってないです。LP はあります。一応作っていくと思うんですけど、まだ未定です。ね。86年のオフコースのカレンダーは発売されますから。されます。されますね。もうできている。その後、小田さんから見た坂本さんはどんな人ですか？
難しい。やっぱりいろいろな要素がごちゃ混ぜになってる人で、うんうん、やっぱり、こう、いろいろ僕の中でいろんな水準とか、こう、あるわけなんですけども、その、水準の、いろんな何ですか、音楽だけじゃなくてね、うん、いろんなものをこう兼ね備えて、ふっといる人っていう感じですかね。ありがとうございます。以上です。コンサートすごく良かったです。新曲の夏から夏までの感想ですが、前のシングルの黄昏とは打って変わってイエスノーっぽい感じで、メロディーも覚えやすくていい曲だと思います。頑張ってください。ということでした。次の曲は、Love's Determination。なんだっけ。そう、ツアーも終わってですね、はい、一段落ついたところで、うん、まあ、もうすぐ来年になっちゃうわけだけど、うん、今後の予定なんかは。今後はしばらく休ませてもらって、うん、いろいろ、まあ、年も年だしね、うん、いろいろ自分の今後の、仕事を整理って言うとおかしいけど、ね、やりたいことってもやっぱり考えたりしてね、うん、ちょっと無理なことでもやれるのは準備するの今ぐらいかなと思ってるしね、うん、ちょっとそう思ってますよ。そうですか。とりあえずでも休憩して、うん、やはりね、人生設計はね中間点ですね、人生設計のね。そうですね。うん。な、じゃあ、とりあえず音楽なんでしょ、でもやることは。いや、音楽だけとか限っても、うん。やりたいことが見つかったら何でもやればいいかなと思って、あんまり慎重にならずに。うん、というわけで、まあそういうね、今後の、なんていうかな、活動を期待してますけどね、なんかびっくりするようなこともあるかもしれませんけども、とりあえず、じゃあ、ファンのリスナーの方に一言、お別れの言葉を。うん、ツアーとか、うん、まあ、レコードとかはっきりしてませんけども、とにかく、まあ、これからもやりたいようにやっていくつもりなんで、結果を楽しみに見ててください。バチバチ。うまい。年季。というわけで、最後の曲です。Endless Nights。